ゅーちゃん。というわけで皆さんこんにちは、だいたいです。僕のヒーローアカデミア、ウルトラランブル。今日はつえちゃん使いたいと思います。つえちゃん、ね、カエルになる能力なんですけど、まあ、結構強い子で、ね、性能も結構いいんすよ。ね、ちょっとこれ性能じゃなくて服見ちゃったけど、先に。さ、服なんだけど、ヴィランの服着ようかな。ね、ヴィランつゆちゃん。かわいい。ヴィランつゆちゃんでいこうと思います。さ、どんな性能してるかっていうと、ね、まあ、カエルでスピードが速い子なんだけど、このケロキャッチっていうのが強くて、まあ、結構ね、遠距離から蘇生するの。イバラちゃんとかさ、セメントスとかいろんなキャラが持ってるんだけど、ツユちゃんも持ってて、蘇生系ですね。で、ツユちゃんの特徴としては、結構、殴れるサポーターなんですよね。うん、蘇生もできるけど、ダメージもそこそこ取れるみたいな感じで。ギリギリアタッカーもできて、かつ、蘇生もできるんで、結構パーティーにいてほしい存在なんですよね。アルファザがケロケロショット。ね、これを壁引っ掛けて移動することができる。立体軌道みたいな感じで移動できるんですよね。で、次、ケロケロスイング。横投げ。空中で払うと、投げ払いみたいな感じで使って、空中と地面で技が変わるスイング。で、ケロフラッシュが透明になるってやつ。結構がいいんですよね。まあ、このケロフラッシュに関しては攻撃、効果時間アップぐらいなんで、まあ、ガンマは別に振らなくてもよくて、まあ、アルファとベータ。まあ、アルファをガン振りって感じ。で、次にベータ。で、ガンマはもうほんま、もうな余ったらみたいな感じの振り方がすると強いと思います。それではね、早速ですけど、やってみましょうか。イベント開催中ね。はい、ではやりましょうか。さて、つゆちゃんで戦おうと思います。今はつゆちゃんっていうかね、降りる場所ね、最近、この水難エリアだっけ、なんか水のエリアもね、お気に入りです。よいしょ。では、ここに席、別杯いたので、ちょっとカバー来ました。行ってみましょう。やべえな。さあ、つゆちゃんね、まあ、とりあえず、下で攻撃したりとか、するのが強いんで、やっぱ、アルファ技とベータ技がすごく強いんですよね、やっぱり。なんで頑張ってそれを駆使していこうか。コンボが強いんだよな。コンボ。アルファ技で近づいて、ベータ、ベータみたいな。目の前強くて、ちょっといきなり右側やられましたね。ピンチですね、これ。いや、うちのエースがやられたらやばいぞ。もう少しね。よいしょ。ナイス？これ取ってる？格殺取ってもらって、ところだ。とりあえず回収。あとどこだ。いた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 。やべ。ピンチ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 。ヤモモちゃん。まずいまずい。ヤモモちゃんピンチ。一旦飲みたい。ヤモモちゃん空飛べないから上に行けば飲める。待ってごめん、カバー待って、我慢して我慢して我慢して。来たよ。ダウン。ちょっとモモちゃん。ちょっとこれ取って取って取って。いいよどうぞ。アーマー回復するからとどめ込みして。よし。飲むんだったらそれやれってやつ。危ねえ危ねえ。とりあえずカードを集めて、なんとか、で、蘇生狙っていきましょうか。怖えぜ。ちょっと体力回復しなきゃまずいな。いっといてもない。肉がない、肉が俺の。お肉くれ。とりあえずカードを探しに箱をいっぱい開けましょうか。最悪もうね、右の方のエリアのね、建物壊して、現地住民を落とすと、倒す、現地住民っていうのかな。何て言うの？避難している人たちを助け起こすと、救助カード。ね、3つ集めたら蘇生できるカードがあるんだけど、それがね、1枚確定でね、ドロップするんですよね。なんでね、仲間がもしやられちゃったら、その仲間が死んだとこにあるアイコンみたいなやつを回収して、その蘇生をしに行くっていうのを、ね、絶対やんなきゃいけないんだよね。よし。レベルアップね。とりあえず向こう行くか、じゃあ、やっぱ。ね、それがね、アイテムボックス。あるんだけど、アイテムボックスを、開けたら仲間蘇生カード1枚は絶対出るんで、ね、それをうまく使っていくって感じかな。よし。さあボックス開けようとしてるね、今これは。どうだ、ボックス開く。じゃあ透明になって近寄って、敵は、あ、来た、つゆちゃん来た。ダメ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 、つゆちゃん、ウィー。さあ今みたいに空中でベータを打って縦振りで、地面でベータ振って横振りでね、連続コンボが決まります。これ強いですね。よいしょ。危ない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 。このコンボだけ、このコンボがつゆちゃんのやっぱ肝なんで、これいけるかな。アイテムボックスで起こすか。いけそう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 。出てきた出てきた出てきた。これだけ取って、とりあえずこれだけ取って、これだけ取って俺は逃げるわ。起こしてくるわ。ちょっと待ってて、悪いな、敵いたけど。いや、そこもいるか、敵。いやいやいや、いけるか。ダメ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 、赤赤セメントスいる、セメントス。一旦ちょっと一旦離れるわ。ちょっと待ってて、ちょっと一旦安全そうなところで起こすわ。建物とりあえずここで、はい、起こします。よし、ちょっと持ってた赤いやつ3つ落として、よし、はい、なんか来たて。おい、デク
危ない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 。よし。レベルアップね。大事大事。それ引きだったアルファ。サンキュー。危ねえ。ちょっと一旦隠れといて、まあ、ワンチームぐらいいる感じ、ね、お、全体回復ある、ね、カバンもあるよ、カバン、よし、さあ、でっかいカバン取れたで、美味しいね。さて、全体回復のもうフルサポートアーマー、ね、これは飲むとみんな嬉しいやつ。よし、オッケー。さあ、いいじゃん、とりあえずダビの炎知って、おい、そんなとこ置いとくやん、ダビの炎。あれ、鬱陶しいな、マジで。よーし。じゃあ、とりあえず、ゆっくり行きましょう。おお、ヒットポイント回復のやつが、レベル5まで育ってる。これね、サポート系のやつがね、レベル5まで育ったらね、かなりね、長いこと、回復できるんだよね。で、まあ、これ、あげましょう、エースに。うちのエースに。ね、まあ、前衛職の一人で、ね、なるべく渡してあげた方がいいかなと思うので、これであげてます。ヘイ、セメントス上に行っても俺は上から上に攻撃するぜ。よいしょ、ナイス。さあ、セメントスやった、つゆちゃん、よーし、ナイス、ケロキャッチ起こす。危ねえ、今のダウン。これ格殺入れましょう。はい、格殺今失敗したね。オッケー、はい、ドーン、サンキュー、もらっていくよ。ちょっとレベル上げたい、レベルベータ上げたい、ベータ上げたい。よしよし、1個で1個で。さあ、行こう。さあ、これで強強つゆちゃん来たぜ。ナイス。さあ、あと半分。よし。やっぱこうやって味方を起こせた時点で俺たちは強いぞ。で、3人揃えばもう最強。いけるはず。だから俺が、まあ、サポート寄りに、蘇生中心に動き回って、で、あと全部任せる味方にするね。それが俺たちのスタイル。俺いるか起こす人がいるんですよ、やっぱ事故があるんで。で、こうやって味方がいたらカバー行ったりとか、横回ってね、一人ダウン取りに行ったりとかね、こういった役割なんですよ、僕は。よいしょ、ウェイ、よし、格殺取っとこう、格殺。あれ、どこか飛んでいった、どこか飛んでいった、分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃった、キル取って、キル取って、格殺取って、ありがとう、ありがとう。あ、俺が取るか、もう。よいしょ、だからさ、吹っ飛んだ人がどこ行くかぜ、俺マジ見失うんだけど、なんでだろうな。よかったよかった、まあ、取れた取れた。さて、どうする、いるか、まだまだ4チームいます。爆豪爆豪、ほら、よしよしよし、爆豪一発当てて、一旦ね、一旦ね、また見失ったね、これよう当てたね、いいね。爆豪、待て爆豪、待て爆豪、おら、俺から逃げるな、痛い、別に別のついちゃきた。だからこれ格殺取ってきた、格殺取ってきた、さすがに。ケオ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 、いきまーす。よし、スーちゃんのキモいところは今みたいに、めっちゃ追っかけることです。ごめん、ちょっとダウンしてる、ダウンしてる、ダウンしてる。ケロケチケロケチ、起こす起こす起こす、待て待て、起こすぞ俺は。オッケー、でも死んだわ、起こして死んだわ、すまん。大丈夫大丈夫、俺の命の方が軽い。これワンチャン大丈夫、起きれる、あ、起こしてくれるか。オッケーオッケー、背負って背負って背負って、デクは背負って下ろすと復活します。でも背負うのが結構大変なんで、背負ってる間に殴られたらね、意味ないので、ね、結構使い勝手は悪いよ。背負う系の蘇生持ちは俺は微妙だと思ってるけど、どうなんだろうな。よいしょ、おるな、そこ目の前、ウェイ、あと一発ぐらい、やってるやつ、全体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 に行くの、全体全体全体、一人で飲む、待て待て待て、さあ、あと2パー、大丈夫、勝つぞみんな、このまま。よーし、天井爆豪もデクもみんなね、機動力あるからね、まあ、多分ね、このゲームやっていく上で一番オーソドックスな編成はこの3人間違いなくね、爆豪、デク、つゆちゃん、これが一番強いと思う。全員なんか飛べるし暇なんで、敵いないから暇があげとこうか、ここおらんな、敵敵どこだ、おい、みんなに逃げるな逃げるな、隠れるな隠れるな、戦おう俺たちと、いた、いた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 、普通に立ってる普通にいただ今、爆豪、待て待て待て、爆豪爆豪、はい、来たぜ俺が、よし、さて失敗した、痛い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 、爆豪どこ行った、見失う見失う、俺のカメラワークが下手なのか、
感度高いよな俺やっぱどう考えても、なんかグワグワ動いるもんな。フルスウルトラまずいです。オッケー、ダウン取ってる。大先生、やれ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 。さああとワンパー、一人だったね敵は。よし、どこだ。あとは天井か外か、まあ大体天井にいるから天井行くか。ちょっとね、まあ、大体天井にいるんだよね。いた、なんか今噂打ってるじゃない。いないかも。さあどこだ本当。で最後の一人がねこれで戦ってる時に出てこないってことは大体一人なんですよ。それが今蘇生してるかどうか。いた、フルスルトラ一人だな。もうよいしょ、つゆちゃんダウン取ったよ。やれ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 、もうないないない、取って取っていいよ、取っていいよ。よいしょ、オッケー、ナイスー、というわけで勝利。つゆちゃん、いやどこのチームにもつゆちゃんいるねやっぱ。はあ、というわけで見事勝利でした。よかったよかった。やっぱつゆちゃん可愛くて強いな。うん、つゆちゃんはいいぞ。はあ、これダメージと微妙なんですけど、まあ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 いい感じのスコアでした。よし、はい、じゃあ次はこっち行こうか。上かな。だいたいね、あの水のところとこの上のところをね最近交互にやってる。あと俺火災ゾーンも最近お気に入りね。降りれるところちょっとパターン増やしておかないとね。でも結構狙い撃ちされたりするので怖いんで何パターンか用意しておきましょう。はい、次はまたつゆちゃんでいこうと思います。まあ、つゆちゃんさっき見てもらったら分かる通り結構ね、まあ、使いやすいキャラだよ。うん、どう考えてもやっぱアルファ技でねぴょんぴょん移動できるってだけで、このゲーム機動力イズ正義なんで、そのあたりでやっぱ強かなっていうところが思っちゃうよね。やっぱキャラクターによってはね、空飛べないキャラっていうか、全然いない、なんか上に登るのでやっぱ壁登らないと上登れないキャラとかいっぱいいるから、いやそのあたりでねやっぱりね、差が出てくるかなって感じ。だから上登ったら絶対ねお薬飲めたりするから、やっぱそういうとこ強いよねっていう感じ。よし、とりあえずこっちにちょっと別パンもいたと思うんだけど、ちょっとカバンが欲しくてね上にやってきました。カバンあげようか。大丈夫かな。怖い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 。誰も来るなよ。いるなあそこに。ダビがいるな。逃げるか。よいしょ。怖い怖い怖い。他の人がいたら怖いからね。一人じゃ戦わないから俺は。あまり。よいしょ。さて、おちゃこに絡まれてね、カバー行きましょうか。よし。俺はカバー主体、カバーだらでなんで。ね。ダウン、格殺は任せておこう。ちょっと、全部絡むの男。ごめんよ、起こそよ。はい、キャッチー。危ないー。格殺させませんよー。よし。はい。爆豪避けるな、爆豪。ほら、爆豪。ちょっと。爆豪向こう行ったよ。味方と離れすぎてるので、ちょっと一旦の爆豪見送りました。よし、次にぶっ殺されてるのは誰だ。オッケーオッケーオッケー、こっち爆豪行ってるよ。大丈夫、よし。さて、あっちにいるな。もうやっついた。よいしょ、ちょっと起こしときか。もうみんな戦っとるよ。みんな俺がアーマー飲んでやるよ。もうよし、いける。まだいる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 、やっぱいるよ。よいしょ、デーク。ベータをめっちゃ狙ってんだけど、これ射程短いんだよな、地味に。ベータついウェイ。でもね、後ろまで判定やるわ。プルスルトラ、おーおーおー、プルスルトラ、おー、俺を狙ってこない。ありがとう、終わった。はい、ナイス。ちょっとカバン欲しいな。カバンが、アイテム何も持てない、アイテム何も持てない。カバンが欲しい、マジで。カバン、あそこにカバンある。ちょっと待てよ。よし、とりあえずカバンか、あれカバン俺も持ってる、あのサイズ。なんてこった。さて、まず開幕、2% ぐらい潰せたかな。うん、1%かな、わかんねえや。まあ、いい感じなんでね、このまま行こうか。よし、さて、みんなの後ろをテクテクついていきましょう。で俺他のキャラクターだとみんなの後ろテクテクついていくのめっちゃ追いつかなくてさ、いつも俺泣いてんじゃん。だからね、つゆちゃん使うとそう泣かないってわけよ。うん、泣かないのでいいです。ほい、いやみんな自由に動くから、そういっぱいいる。よいしょ、格殺取っちゃおうかな。起こさせませんよ。
こさせませんよ。よいしょ、ナンパオンね、ここおいだよ人まだね、なかなか復活しないから。お茶子待て、お茶子待て、お茶子どこ行った、お茶子どこ行っためっちゃ聞いた、飛んでいったな、めちゃくちゃねえ、自分重力軽くして飛んでいったな、バカ早いんだよな、あのお茶子いなくなっちゃったな、さすがに。はい、しゃないしゃない、よし、じゃあ次行こうか。さて、まああんだけ戦い激化している中でもやっぱおもろいね、戦いというのは。カードいっぱい持ってた、オッケーオッケーオッケー。さて、上いる？みんなの視点をみんな、あ、参考にって感じで。いや、ちょっと上げるか。まあまあまあ、まあ、大丈夫よ、みんな体力あるし、ちょっと減ってる、大丈夫？よし、さあ開けようか。大丈夫か、開けれかな。オッケーオッケー、でっかいいやつなんだよいや、ここで開けると全部アイテム落ちんだよね。あー、泥棒がいる、許しません、お返しなさい。よし、今の子も強、逃げるな、つゆちゃん、つゆちゃん逃げないで、今隠れてるな、危ない危ない。ほら、ま、あ、プルスウルトラはまずい、まずいまずいまずい、すいません、すいませんでした、すいませんでした。どこ行った、どこ行っちゃった、プルスウルトラして逃げられちゃった、ごめん。よし、じゃこれ飲むか、全員のレベル上がる。よし、さてさっきのつゆちゃんには逃げられましたけど、おい、これやっぱね、つゆちゃん使ってても他のプレイヤー見逃すのマジで才能だわ。いやいや、トガちゃんトガちゃんトガちゃん、トガナイフ来た。さあ、トガナイフ避けたらここに飯田くんがいる。飯田くん飯田くん飯田くん割った、逃げるな飯田くん。ちょっと待ってな、今アルファがアルファ回復するの待ってから。よいしょ、イダ君も飲んでる、今飲まないで、俺が邪魔してあげる。いない、イダ君、いた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 、飲んでる、でも飲まさないよ。ブルスルートラはまずいってだからやめてありがとう、打ってくれてありがとう。よっしゃーい、痛いです痛いです、ダウン、格殺取っちゃおうっと。あ、なんか失敗しちゃった格殺なんかさ、他のボタン触るとさ、なんか格殺入らなくなっちゃうんだよな、ま、ミスっちゃう、すまねえ。あ、いいやろ。よし、さて、あとワンパですね。まったかな、行こうか。俺も戦ってたらね、今みたいに味方がカバーしてくれたじゃん、あんな感じでね、戦ってるところにはやっぱね、カバー行ってあげたらね、すごい嬉しいね、うん。なんでみんなもカバーを意識しよう。ウェイ。さて、いいかな、あれば。オッケー。ほら、ほら、開けろ。ほら、開けろ。すげえ、位置バレる。さあ、敵いたね。さあ、ラスト。爆豪と、誰だ、爆豪。爆豪くん、逃がしません。ウェイ。キル取って。いいよ、キル取っていいよ、そこ。よいしょ。オッケー。さて、あと一人ぐらいかな。あ、終わった、リアウェイで勝ったね、オッケーというわけで勝利だ。トカちゃんだった、最後のあそこ、俺に遠距離ナイフ当ててきたトカちゃんだなはい、ということで勝利でした。いや、つゆちゃん強えわ、やっぱなんかそんなにねえ、なんか適当にプンプンするだけでもねえ、強いし楽しいキャラだったわ。なんか試合がちょっと短かったね、今回は。はい。というわけで今回はここまでにしましょうか。まあ、いろんなキャラ最近使ってるんですけど、最近はつゆちゃんあたりがお気に入りです。みんなもね、いろんなキャラ使って遊んでみてください。